ようございます。おはようございます。おはようございます。カットビーゴルジュクの裏です。深夜です。アイプです。よろしくお願いします。お願いします。実際現場でこうだったんですって話をお聞きするじゃないですか。まあそうですね。だったらラウンドで直接見ちゃった方が早いだと。これは貴重。7月8月のこの時期にラフに行った場合は絶対1本8番アイアン以下持ってきてください。平らな状態だった場合、こうやって構えて打つのと一緒なんで。まともに当たるわけないですよね。もっと左向いて。もっと左。はい、体もっと左。そう、それを右に打ち出す感じ。またアゲインストが力入んだよな。確かに。ドラ。全然悪くないですね。ドラ力入ってこれだもん。ちなみに今のは最初のと全然違うんで、スイングが。なんで？最初の1回目は顎が上がってました。あ、顎？顎なんか意識したことない。そうなんです、上がっちゃってるんですよ。それで右行ったんです。で、今顎治ったんですよ。うん。のに最初のスライス気にして捕まえに行ったから両方です。顎は引いてた方がいいです。顎を引いて。はい。ちなみにアカデミーでレッスンしてた時に一回も見たことない症状でした。あら。へー。ちょっと綺麗に当てようっていうのがちょっとあったんでしょうね。そう。体の軸に頭をこう合わせようとするんで。これはどう、これ左すぎじゃない？うん、まあ行ってみようか。新谷さんはラウンドいつぶりですか？一昨日ぶりぐらいです。めっちゃ回ってますね。ほんと2人めっちゃラウンド行きますね。ほんとにだから2日でやって1日目が77で回ってた。ほう。2日目が91。あらららうん、ナイス。まっすぐまっすぐまっすぐ。よきかな。よきかな。なんかこのまっすぐ飛べばゴルフ。いや、いいよいいよいいよ。でもやっぱり、あやさんのいいところが速い。テンポがね、テンポが速いよね。悪いところが速すぎる。速すぎる。うん。なんでやらなきゃいけないことって多いじゃないですか。はい、いっぱいになっちゃうんですよね。この幅で立って、これをしてってやり始めると、これね、すごいぐちゃぐちゃになる。あるんですよ。ぐちゃぐちゃにならないで、ゆっくりするのがあって、はい。今から行こうっていう時に、何も考えなくていいですから、一回だけ深呼吸入れてください。はい、その間何も考えないんで、息吸おうとして、はい、息吐こうとしてください。ワンアクション入れるだけで全然違います。もう分かりました。はい、ワンアクションです。あ、ごめん、ちなみに、どこで入れてもいいです。うん、ナイス。十分。ナイス。187ありますね、上り入れると。マジ、はい、なので、で砲台じゃないですか。そうですね。私もじゃあここから行きましょう。わー、きれい。いい球。うん、今風がちょっと右からなんですけど、まあ、何も考えずに打ったんですけど、はいはい、距離的には私は今200ヤードのクラブで打ってます。マジ？はい。なんでかっていうと放題だし、手前放題じゃないですか、うん、で手前に外れてしまったらカップの見えない落としどころと見えない打ち上げのアプローチが残るんですよ、はいはいはい、山間でしかないので、そうなるとオーバーしてもいいから奥でいいです。なるほど。顎を意識して、はい、全然いいと思います、全然いいと思います。今形気にしながら打ったりして。変な話、いつも顎が上がるわけじゃないんですよ。あ、そうですか。朝一とか大事なティーショットとかパー3とかそういう大事なところで不意に上がるだけなんで。なるほど。あんまりそこに意識しすぎてスイングが硬くなってしまうともったいないので。そうね、そうですね。うん、あ、ナイス。素晴らしい。ナイス。これはいいんじゃない？完璧。100点満点でしょ。素晴らしい、ね、あー今日も大変なんだ。 OKOK。 あやさんもラウンド来ると結構スイング違う人になりますね。本当ですか、うん、別に多分自分で時間かかるかどうか分かんないですけど、多分、ね、安定させたい、早くやらなきゃいけないっていうのが強すぎて、すっごい焦るんです。スタンスが超広くなって手元が超ハンドレートになって上から落とすだけっていうスイングが結構色濃く強くなるというか。なるほど、ね、そこが結構見てて、うん、普段の練習の時にあんまりないような、はい、一番最初のレッスンの時にやってたスイングにラウンドに来るとやっぱりなりますね。で
自覚がないからそこが問題なんですよ。なるほどね。それでもね、うまくいっちゃうときうまくいっちゃうから、はいはいはい、それ優先しちゃうんですよね。そうなんですよね、うん、例えば、うん、スイング直しても、うん、あの時のがうまくいったからちょっともう一回戻すねみたいな、 それがね良くないんですよ、うん、これはね傾斜に沿って振ると球が上がりすぎちゃうから傾斜を無視して当てて終わり、当てて終わり、当てて終わり。おー、ナイス、はい、うまっ。ロフトがね、56度なものがあのまま立つと64度ぐらいになっちゃうんで、もう無視しちゃう、傾斜。早いな、全部。うわっ、もう強気、うん、うん、まあまあ、いいんじゃないですか、うん。基本的に2人ともそうですけど、うん、ラインを遠くから考えすぎてますね。そう、そう、すごい遠くから狙うでしょ、うん、例えば今の新谷さん、ちょっと真後ろから見てもらっていいですか、このライン上から。あ、ライン上ね、うん、今で、私今どこ向いてます、こっち右、うん、いや、もうすぐだってことか。あ、左ですよね。いいですか、で見ててくださいね、はい、この今ワンカップ半ぐらい左、うん、を向いてる状態です。おお、これでこんぐらい右でしょ。陳也さんの外れ方って2カップ以上左ですよね。本当だ。で、あやさんもそうなんですけど、はい、あのいいことであり悪いことなんですけど、線じゃなくてエリアで狙ってるんですよ。スライス打ってた時にまずここから陳也さんぐらいのところ向いてる、こっからちょっと右かな、これぐらいかなっていう感じで狙ってるんで、そうなるよね。そうそうそう。だから切れた切れなかったとかではなく、狙いすぎですね。大きく外に。いつも狙いすぎ症候群。まず、うん、まずまっすぐでいいです。はいはいはい。狙い方としてはまずまっすぐでいいです。まずまっすぐ狙ってちょっとどっちかの方がいいです。なるほど。はい、わかりました。そうしないと基準がわからないんですよ。結構ゴルフ歴長い人あるあるなんですけど、スライスラインを右に外れたらアマライン。左に外したらプロラインと思ってる人があまりにも強いんで、うん、外に外してる方がいいと思ってる人が多いんですよ。なるほど。外に外してる方が返しがむずいですからね。そうだよね。そうです、絶対下り残るんです。あ、まあいい、今日のテーマは2人ともまっすぐ狙って、うん、スライスだったらちょっと左、うんうん、フックだったらちょっと右っていう風に大げさな外れ方をしないように、ほぼストレートで狙っていけるように、ストレートで狙うと、はい、ちょっとこれもお先にね、ストレートで狙いますよ、うん、ストレートで今もう向いたとこです。違う違う、笑っちゃいけない、笑ってる場合じゃない、次やってしまうね。ちゃんと合わせろ。そう、だからそこなんですよね。うまい。いや、これね、大事なのが真ん中で合わせるって言ったら、うん、右も左もダメでしょ。そう、はい、けど大きくスライスで大きく左に狙うってなったら、うん、大雑把に左にさえ狙っときゃ合うから、うん、そうなんだよね。大雑把でもいけるんですよ。2人とも早いところは早くていいんですけど、丁寧にやらなきゃいけないところも大雑把で早いんで、うん、なるほど、それがちょっともったいないですね。やばいね、はい、でもいいわ、なんか今日いっぱい悪いとか出てるから、そうそうそう、先生に見てもらってすごくいい、ね、今日絶好調だったら何の意味もないんで、そう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 、そういうことだ。いつもは違うんですよ。今日は悪いところ全部出してます。まさこいつもはもっといつもはもうすごいスマートね、スマートスマート。ゴルフってこんな簡単なんだみたいな。今ね、多分ね、同じことを思ってラウンドしてる人と、うん、同じことを言ってる、うん、あのリスナーさんたちがいっぱいいて、でしょ、今多分たくさんの人が共感を。だよねって。そうだよね、先生と一緒だからね。そう、緊張しちゃったね。あ、ちなみにアミも初めて一緒に回った時はボコボコでした、ね、あ、そう、はい、やっぱ緊張すんだよ、それは。それもそうだし、あのアミちゃんがボコボコってすごいね、うん、ボコボコでした、本当にボコボコでした、うん、そ
そうなんだ、うん、なんか浦さんにせっかく教えてもらってるからやっぱりちょっといいとこ見せたいと思っちゃうんですよ。あそのね欲がダメですそうだよね、習ったスイングでいいとこ見せたいとか思ったら欲がもう空振りみたいなやつ。逆に言うといいとこ全く興味ないんですよ、はい、なるほど。そう、一緒にアウトする人の変なとこしか見たくないのに、うん、そうそうそう、だって悪いとこ出したから次のテーマができるもんね。そういうことなんですよ、うん、今の、結構ラウンド数が多い人、うん、で、自分はプレーが遅いと言われたことないと、うんうん、周りに迷惑はかけない人、うんうん、タイプの人は、うん、LINE をめちゃくちゃ大げさに外に読む傾向があります。邪魔その通り、そっちの方が早いから、うん、だってあそこで打っとけば OK って言われる位置に残るじゃないですか。そうそうそう、うん、お先ですってできる位置に残るじゃないですか。その通り、その代わり入らないんですよ。だからさっき見たみたいな1メーターちょっとぐらいのこれ入れなきゃダメだよねってところが極端に苦手なんです。その通りだわ。ワンピンぐらい残ってる方がパーンって打てるから気が楽なんですけど、この1点しかダメだってとこ狙えって言われたら苦手なんです。苦手、あでも確かにそうかもね。結構いつもああ見すぎたっていつも言ってる。石田さん寝てる時も足とかずーっとこうやって動いてる。マジで？そう。でも無意識らしいんですけど。痛い。意識ないんですね。全然意識。たまに手も立ててます。じゃあ睡眠中ってこと？うん。完全に意識ないのに。この間足動いてんなと思ってこうやって寝てるけど、なんか叩いたり。マジで？叩いたの？なんだろうね。そうそう。でも昔からずっとだからもう体に多分染み付いてて。あ、でもねこうやって目覚めたことはしょっちゅうあります。へえ。それはもうしょっちゅうです。はい。朝起きて普通にこのままこうやって目覚めた時ある。あ、こうやって目覚めた時あります。それはあります。そうなんだけどね、じゃあ。ね。ただ寝てる最中にスイングしたことは多分ないと思います。苦情入ったことない。なるほど。はい、ぜひあの裏と一緒に寝た時にスイングしてたって方がいましたらコメント欄までお願いします。お願いします。大問題だ。いっぱい来ちゃってね。してましたよ。大体おっさんですから。